はい、1342回始めます。7月12日水曜日になったところですね。はい、今午前2時ぐらいですかね、2時過ぎぐらいですけど、はい、宮城県南部の廃屋、真っ暗の中からお話ししてますということで、為替ね、為替1ドル今140円50銭ぐらいかな、145円ぐらいまでいったのかな、一時期ね。そこから比べるとだいぶ一気に円高進んだんですけど、5円近く、はい、まだまだ円安水準ですね。はい、あと1ユーロ今154円ぐらいですかね。これもまあ高水準ですね、まだまだね。この円安の流れ止まったのかどうなのかね、あれですけど、この間のね、先週金曜日のアメリカの雇用統計、これがね、おっていう感じで、予想よりちょっと弱かったっていうのがやっぱり大きいのかなっていう感じしますね。あれでトレンドもしかしたら今後変わってくるのかもわかんないです。円安も止まるのかもわかんないですけど、はい、これからね、私ね、ちょっと喋って、今日明るくなるぐらいまで喋ってガソリン入れて帰るんですけど、ガソリンね、今宮城県南部で167円って表示されてましたね。じりじりガソリンがまた上がってきてます。補助金かな、補助金少しずつ打ち切っていきますよということ、言ってるのもあるし、あと為替がやっぱり大きいですよ。それで立体167円、まあ地域によってはもっと、多分宮城県南部って安い方だと思うんでね、他の地域170円台とか当たり前にあると思うんですけど、いやきついですよね、170円台はやっぱり、車乗る人とか、あと運送業とかね、そういう人にとってはもう本当に死活問題だと思います。どうなることやら。今 WTI の価格1バレル74ドル76つけてますね、今ね。はい、私原油価格とかね、為替とかね、常にチェックしてるんですけど、はい、ということです。1342回、今回読売新聞からですね、役所のカスタマーハラスメントね、これが大変ですよと。いわゆるカスハラ、まあ役所だけじゃないけど、自覚なくカスハラしてませんかっていうことで、職員が疲弊してると、強いストレス7割ね。で、札幌の市役所かな、ここが全国の自治体としては初めて啓発ポスター、の掲示を始めたっていうことですね、札幌市。はい、そうなんですよ。今カスタマーハラス、このカスハラっていう、ね、言葉ね、まあ私なんかはね、こういうチャンネルで何回も扱ってるんでわかるんですけど、カスハラってね、お年寄りとかに言ってもわかんないと思いますよ。カスタマーハラスメントって言ってわかんないと思うんでね、何かいい言葉別に作って多分いいような気がする。カスハラってちょっと認知度低いと思いますけどね、私ね。ハラスメントなんて言ったってね、まあ高齢の方とかわかんないんじゃないですか。はい、9割がストレスということでね、札幌市の相談窓口に掲示されたカスハラ防止のためのポスターということで、で、市民の声を聞くかの、市民の声を聞くかっていうね、かがあるんですね。そこの木村課長は、現状に危機感を募らせていると。どうかは、市政に関する困りごとなどについて、職員が電話やメール、面談などで応じると。専門部署ということで。1日30件ほどの訴えが届くが、最近は嫌がらせや過度なクレームが後を絶たないと。嫌がらせや過度のクレームね、数時間に座って関係のない話を続けられたり、このくらいは当然だ、 SNS に投稿するといった言葉を浴びせられることもあると。で、市が1月に窓口で対応する職員の実態を調査したところ、回答した42人のうち強いストレスを感じるとしたのが7割、軽いストレスを感じるといったのが9割に上ったと。結果を踏まえ、市では今月から市役所本庁舎や区役所で、ポスターの貼り出しのほか、相手に説明した上で通話の録音を試行的に始めたっていうことですね。まあ市役所とかね、区役所とかそういったところはね、市民の声を聞くのがまあ仕事っていうかね、行政サービスなんであるんで、あんまり強くできないと。それを知ってか知らずかね、何時間も居座って長々と同じこと堂々巡りのような話してみたり、はい、で、ね、ちょっとね、話聞いてもらえないというか、ね、相手先がね、相手さんがね、
飽きてきたような顔をすると SNS に投稿するぞとか言って脅してみたりっていうことですよ。これがね、もう札幌の例ですけど今回はね、全国でも同様に問題になっていると。こうした被害は全国で話題になっていると、問題になっていると。2020年自治領が全国の自治体の職員、自治領や病院の職員などを対象に行った調査では、実労がね、自治体とか病院とか行った調査では、1万4200人のうち半数近くの人が、過去3年間に被害を受けたと答えていると。で、影響で6割近くが出勤が憂鬱になったとかね、眠りでなくなったとか、そういった訴えがあると。うん、深刻な実態に自治労は言い返すことができず、弱い立場にある公務員が狙われやすいと。国や市長が毅然とした対応を取って被害を防ぐことが必要だと。その通り。対策として岡山市ではね、例えば岡山市での対策、23年度から5年間、計画でカスハラを新しい課題に位置づけたと。で、適正な声を抑制しないよう配慮しながら、正しい理解に向けた取り組みを行っていると。そうなんですよね。適正な声を抑制しないように、あんまりね、締め付けると、市民からの訴え、しかるべき正しい適正な訴えも届かなくなるっていうことで、ことですね。あと福岡県警では今年5月にカスハラに上がる可能性がある行為が確認された場合、県警、ね、福岡県警幹部職員に判断を仰ぎ警告したり対応を打ち切ったりするとした要領を作成。6月には正当な理由なく警察署に居座り続けた無職の男を、不退去容疑などで現行犯逮捕していると。まあ警察でも問題になってますね。もうこれといったら用事がないのに居座り続けるっていうね、いますね。最近不退去容疑っていうね、容疑で逮捕される人ね、もうね、言っても言っても立ち退かないっていうね。病院に行ってみたり、役所、警察署だったりね、ずっと居座る、もう迷惑行為。これね、本当にね、本人はね、ちょっと病気なのっていう人もいると思いますよ。心の病みたいな人。あと、認知症ね。認知症っていうと、高齢の方が発症するようなイメージあるんですけど、これ若い人でも、早ければ40代、30代ぐらいでもなりますから、若年性認知症。それ知らずにね、ずっと同じことをね、くどくどと喋り続けられても困りますよ、これ、警察でも、役所でも。そういう場合ね、警察とか役所の人がね、あなた認知症じゃないですかってね、病院に行った方がいいですよ、お薬変えた方がいいですよなんて言ったら、これはまだ問題になるからね、これが大変なんだわ。で、業種問わずにね、今回公務員だけじゃなくて、業種問わずに被害があるよっていうことで、必要に電話かけられたりね、何回も何回も、あと土下座の要求させられたり、土下座要求、ね、これなんか流行ってんですかね、土下座ね。連合北海道、に加盟する自治体や製造運輸など20業種が対象で、アンケート調査したと。カスハラ被害ね。で、これ本当にね、運送業とかね、製造業とか、その業種問わずやっぱりあるみたい。で、具体的な被害としては、何度も必要に電話をかけてくるとかね、ありますね。あと、土下座をしろと要求される。ありますね。接客とかお店やってるところはそうですよ。あと自分自身とか家族に対して包丁で刺すぞなどとも言われたと、公務員といったものもあるということで、これもう犯罪だから、その包丁で刺すぞとか言ってる時点で、これ本当ね、高齢化の一因っていうのもあると思います。日本人全体がね、高齢化しちゃってて、もう自分が病気な、本人がね、至ってまともだと思ってるんだから、認知症の人だって自分が認知症っていうのは認めませんからね、これ絶対に。本当に。だから、自分ボケたかな、バカかなっていうふうに言う人はまだまだマシ、分かってる。全然分かってない人っているから、世の中に。で、認知症じゃないんだけど、くどくどしつこい人っていますよね。ストーカー的な、気質っていうか、性質っていうか、持ってる方。これも、本当に厄介ですよ。だから、私はね、役所、本当に、一人相談、クレームとか相談の時間、一人当たり30分にするとかね、または銀行みたいに、結局ね、5時ぐらいまで受け付けてたら、そこからいろんな処理があってね、役所の人、ね、あっという間に6時、7時、8時になりますから、すると残業みたいになるんで、窓口業務、
ね、受付業務、これ3時までっていうふうにしたらいいんじゃないですか。最終受付2時半ぐらいにして、で3時にはもうね、あの窓口対応をやめるみたいな。で3時から4時5時ぐらいまでにね、公務員の方々、あのなんていうのかな、こまごまとした事務作業とか終えて5時ぐらいには帰ると、5時半とかに帰れるようにっていう、それもありだと思いますよ、民間でやってるんだから。うん、何もね、9時5時で窓口開けてる必要もないと思う。これからそういったところも出てくると思いますよ。うん、9時3時でも十分ね、市民の、行政サービス、うん、十分対応できるっていうかね、十二分だと思いますけどね、私はね。そうやってやっぱり公務員の方々守っていかないと。で今回今日、他の会でもね、あの自治体の方がね、自殺したとかね、過労でそういったケースあったんで扱うんですけども、やっぱりね、何でもかんでもね、問題あったら警察とかね、役所とかね、公務員の方々に、うん、追っつけがちなんだけども、まあ私はじめてね、市民っていうのはね、これね、人数もね限られてるし、うん、予算も限られてるし、時間も限られてるしっていう話で、何でもかんでもね、自治体に任せられても、自治体もたまったもんじゃないですよね。それは市民からしたら、そりゃね、ゴミ袋代ね、高くするなとかね、ゴミ収集ぐらいタダにしてくれよとかいろいろあるけど、これやっぱり予算ないことにはね、税収減ってるんでね、税収というか行政の自治体の収入も、うん、まあね、致し方ない面もあるのかなと、うん、だからある程度本当お互い相手の立場になって何事もやるっていうことですよ。何時間も窓口に居座ってね、見てみたり、同じことくど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 何度も喋ってみたりですよ、うん、やめてくれって。あと高齢化社会になってね、無職の人が多くなった、お年寄りはじめね。そうすると無職になると暇だからね、お年寄りなんか寂しがり屋で孤独な人多いから、そうすると役所に行ってね、警察署とかね、うん、公民館とかに行って、まあ、無駄に時間過ごすんですよ。本当にただだと思ってね、自分は。本当相手にとっちゃタイムイズマネーなんだから、うん、本当にということですね。高齢化社会の、うん、一因もあると思いますよ、こういうね、カスハラが増えてるっていうのは。はい、ということで、全国の自治体でね、カスハラが相次いでると。まあ自治体だけじゃなくて、うん、なんと9割ぐらいの人がね、眠れなくなったとかね、強いストレス感じるっていうことですよ。これは対応しないとね、自治体の方も本当に守っていかないとね、世のため人のためならないですよ、うん、本当に日本の活力低下につながるんでね、これね、1342回終わりにしたいと思います。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。失礼します。